浅田真央が四大陸選手権の出場を表明し、3月の世界選手権に万全を期すと思われていた。しかし浅田真央が2月の四大陸選手権台湾の出場を辞退するとか、その真意をニュースから読み取ってみた。日本スケート連盟は15日、フィギュアスケートの元世界女王の浅田真央が代表に選出されていた2月の四大陸選手権を辞退したと発表した。補欠の村上佳菜子が代わりに出場する。辞退の理由については、世界選手権に向け集中したトレーニングを行うためとしている。辞退の理由はトレーニングに集中するためとか、他には村上佳菜子への配慮とかいろいろと言われています。しかし本人の言葉から察するところは、世界選手権から平昌五輪代表への強い決意がうかがわれる。四大陸選手権でポイントを稼いで世界選手権の滑走順位を後半にしたい、そんな狙いがあったとされたのだが、今回の四大陸選手権出場辞退の狙いは、全てを世界選手権にかけるという意思の表明。それこそ平昌五輪は意識していなくての裏腹で、五輪の日本代表を確実にしたいとの思いではないか。くしくも平昌五輪の開催地は韓国で、あのライバルだったキム・ヨナ選手の母国。浅田真央選手がキム・ヨナの前で滑走し優勝したいという気持ちは隠すことはできない。ジュニア時代から比較されてきた2人、平昌五輪は浅田真央は一人のアスリートとして純粋に自分の可能性に挑みたいはずだ。アスリートとしてもそこが最後の舞台だと心のどこかでは覚悟しての決断であろう。そんな最高の舞台で浅田真央選手の笑顔が見られることを祈りつつ、温かく見守りエールを送り続けたいものですね。